こっちはさっきまで下にあったフロアに続く階段か。しかし逆さまになっても階段になってんだからすげえ。おいおい見ろよ、床にあった装置が天井に張り付いちまって。大丈夫？それにしても結構な数の装置が砂に埋まってたのね。他にいろいろと発見がありそうね。危険な天候にご注意ください。サンダーボルト連発！やるぞ！そこだ！いつでもいいぞ。三刀流百回スタンド砲。すぐに黙らせてあげるわ。支援フルールデルフィニウム。悪くねえ戦いだった。また砂ぼこりが。なあ、結局この場所って何なんだ。フロア全体を反転させて砂ぼこりを舞い上げるための区画かしらね。正直何のためかはわからないけど、きっと何か意味があるはずよ。
行にご注意ください。俺の方はいつでもいいぞ。準備 OK。 サンダーランスクープ。よし、行くぞ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。まだやるなら相手になるぞ。クソジジイの蹴り。おい、下にはさっきも言っただろうが。クソマリモは黙ってな。こっちはさっきまで上に続いていた階段だ。砂だらけ。
このフロアもひどい砂ぼこりだな。しろよ。ギアセカンド、ゴムゴムのジャックオイル。準備 OK だ。三刀流奥義三千世界。さあガツンとかますわよ。サンダーボルト点火。喉渇いちゃった。ねえサンジ君、ジュースないの？必要な力ない。おかしいわね。もう一度開店前の部屋に行ってみるのはどうだ。確かに何か見逃してるのかもしれない。よいしょっと。よし、いっちゃやってやるか。あいつうます。俺は負けねえ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバズーカやってやろうじゃない。サンダーランステンポ。さて、あたしの出番ね。
よし、上行くぞ。何があるのか楽しみだな。随分と様変わり。おい、なんか上で光ってるぞ。何かの紋章のようね。あの形、さっきの台座のくぼみと同じ六角形だな。でも随分高いぞ。何か仕掛けがあるの。仕掛けか、面白い。私の出番ね。全部蹴散らしていくしかなさそうだな。道が怖っ。おお、カブトムシだ。今の力を試すにはうってつけだな。二刀流、よい。羅生門。まずい。もう少し休ませてくれてもよかったのに。ぶっ飛ばす。セカンド、ゴムゴムのジェットバザーカー。効かねえよ。私の出番かしら。支援フルールデルフィニウム。私にかかればこんなもんよ。私の出番ね。